サビッツァユナイテッドは見ましたね。あれでしょうね。エリクセンが。4月末から5月上旬までの怪我で、ね、使えないでしょう。エリクセンほど器用じゃないからね、どう使うかっていうか。普通にサビッツァ自体も、ブルーノと風見ロが確定で、あと一枠フレジージ入ってきそうだけどね。この間もいいゴール決めてたし。でもまあ、もう一枚欲しいんでしょうね。あとはメンタル面ですよね。あの、天ハグって本当にね、天ハグって僕、戦術家っていうよりもスピードメーカーだと思ってて。 あのユナイテッドのさ、内部改革、そういうなんか、こう、規律面のさ、ところにメスを入れるみたいな、しっかりしてるって話あるじゃん。で、天白来てから、ちゃんと実力でというか、パフォーマンスで使われるようになってるみたいなルークショーが言ってて、今までそうじゃなかったのみたいな。まあ、そういうのあったりとか、あと、取ってくる選手が、天白のキャラを表している感じしますね。リサンドロ・マルティネス、アンソニー、エリクセン、あ誰だっけ、あベーグホルスト。全員、戦士なんだよね。 本当なんかこう、頭回しながら魂で戦える、あの、基礎技術が高くて武器がある選手だから。そう、だから天グってこう、サッカーにおいて、なんかこう、アヤックスでね、魅力的なサッカーを見せてたから、戦術家っていう、それでね、あの、そういうイメージが浸透してるじゃないですか。でも実際は、あの、っていうかまあ、現代において戦術家になろうとしたら、規律面を正さなきゃいけないですから。じゃないとね、その哲学に、あの、準じてくれないですからね、選手が。 っていうのを天白がすごい重要してて。で、実際パスコースここつながってないなとか、結構天白の戦術って突っ込みどころあったり、修正とかあんま上手くなかったりするじゃないですか。でも、ああいうなんかこう凶暴な攻撃力を出したりとか、そうすごい、あの、規律があの見える、守備を見せるところとか見ると、しっかりチームを一つの生き物にできて、そこにメンタルを植え付けられるみたいな。まあ、そういう監督だなっていう感じがしますよね。だから、あの、天白自体が希望した補強がサビッツァーで、 あのそういう人間性のところとかも調べてたりとかするんだったら、面白い補強になるでしょうね森保さんの場合はそうじゃないと思いますね、あの本当に選手の部分というか、人としての強さ、牽引力みたいなのを意識してたら、柴崎の序列はあんなに上がらないし、他にも、ね、あその選手使うんだみたいな選手はいますから、普通になんかこう、だからモチベーターですよね、気分を害さないようにするのが森保さんみたいな、対立したとしても、強い組織に持っていくのが、天ハグとか、アルテタって感じがしますね。 サビッツァーの特徴とユナイテッド合うかるけど特徴なんかシンプルにボール、なんかね、あの、だっけな、前、昔の、昔見た時のサビッツァーのイメージだと、足元がね、硬いんですよ。あのそのめ、誰と比べるかっていう話だけど、ボランチ任せるには、プレース耐性がめちゃくちゃ高いかっていうと、そうじゃなくて、でも、動きながらボールさばいて、重要なところに出ていけるみたいな。であと、使い勝手がいい。そうだから、デブラインのスケールちっちゃくした感じかな、僕のイメージ的には。でも、もしかしたら、ここ、ね、1、2ヶ月でバイロンでイメージ変わってるかもしれないから。 まあそことかな見ててくださいって感じですねでユナイテッドで求められる役割にもよるしね。ああいうんだとね、どうしても、あとはあサイドバック無理やりやらされてたのがかわいそうだなと思いました、たサウルサイドバックに使った時の感じっていう。ラケアとか得意じゃないしみたいな。さびったサウル感、ああ、そうだよね、うん。右利きサウルって感じですね。それでいうと、ユナイテッドにサウルは見たかったですね。何回か噂があったけど。